これもよくある話なのかもしれないですけど、うん、電車に乗っててあのー、イヤホンで音楽を聴こうと思って聴、うんあのー、き始めたんですけどじゃなんか二重に聞こえてきて聴、うん、いてる曲以外にもなんか後ろに流れてるぞとなって、うん、なんかアプリを二つ例えば立ち上げてたらそういう時ってあるじゃないですか、うん、音楽聴きながらゲームするとそのゲームの音も両方聞こえるみたいな感じなんか誤作動で違うのを立ち上げちゃったのかなって見てもその音楽しか。 やってないし、あれ、うん、と思ってなんだろうイヤホンがおかしいのかなと思ってあのー、と耳から外しても聞こえるんですよ、うん、そしたらあれと思って隣の人がなんかイヤホンでね多分 YouTube かなんか見てるんですけど、うん、もう、まあ、酔ってんでしょうね、うん、もう完全に刺さってないんですよその <laughs> もうすごいでしょもうバカかと思う <laughs> だけど本人としてはイヤホンしてるし <laughs> から自分で あの酔ってるから感覚もおかしいんでしょうけど、うす、聞こえてくるんですよ、爆音にしてるから、多分聞こえてえなと思って爆音に上げてるから、あのー、<laughs> もうね、嫌 <laughs> でしょ、本当に。いや、恥ずいわー。これは本当に僕も恥ずかしくなって、うん、いや、どうしようと思って、その、YouTube でね、あの、アルマゲドンのテーマみたいに聞いてるんですよ、その、<laughs> まあ、別にいいんですけど、ええよ、ええー、よ。いいんですけど、うん、あの、ね、絶対に自分でだけ聞かない、電車だし。うん うわ全然あのしかもですよあのなんていうんですかジャックイヤホンジャック、うん、に甘く刺さってるとかじゃなくて全くつけてないですよもう <laughs> あ刺さってないんですか全く刺ってないであれどうたまにいるじゃないですかそのわけわかんなくても YouTube とか堂々と見るようなやつそうかと思ったらしっかりイヤホンだけはしてるんで本人的には多分そういう感じであの俺にしか聞こえてないという世界に、うん エアロスミスかかったエアロスミスを聞きながら、うん、もうね恥ずかしいでしょ恥ずかしいだけどこれもう教えてあげるのも恥ずかしくなっちゃってもなんかあれだしどうしようと思ってじゃあ僕もう降りる駅に来ちゃったからおぎくぼね結局言えなかったんですけどおぎ,す、ね、おぎくぼについちゃったから、うんうん、どうしてあげるのが正解 てか、おしなきゃまあ誰もね、結構混んでたけど、みんなも言わないし、けどみんなも、あいつって多分。なってるっすよね、その<う>本に酔ってるんでしょうけど、夜だったしね。うん、でも、アホすぎるでしょう。アホすぎるな。うんー、まあ、わかるんすよ。確かに、普通に音は聞こえてますからね。うん。てか、絶対にこっからのもんで、ね、むしろこれが、 イヤホンが遮ってるはずなのに酔ってるからこっから聞こえてると思ってなんか聞こえ悪いのにちっちゃい音とかなって多分音量上げてどんどん上がってくどんどん上がってあの電車中にアルマゲドンのテーマが <laughs> 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 何にもすごいことした帰りでもないのただ酔って帰ってるだけなのにとんでもない音が電車中に響き渡ってましたから <laughs> <ー>これはちょっと恥ずかしいでしょ僕の的なりだったら宇,宇宙船のごとく中央線で普通に <laughs>。<laughs> 帰ってますからね。おそらく立川あたりにその人は、あ,<ー>あの、すごい地球を救った英雄みたいな感じで、勢いよとで,でもそう帰りたかったんでしょうね、自分だけは。それがまさか全員に聞こえてるとは思うんない,いや、恥ずいわー。これはちょっと恥ずかしい。しから自分もこういうこと絶対ないように気をつけようとはいやー。気をつけよ俺もよく。当然迷惑にもなりますしね。うん、酔っててたら、 まあそのミスないとはいえ、ありえないことじゃないというか。うん。いや、恥ずいよ。恥ずかしい。自分が聴いとるもん聞かれるの、それが聞かれるのも恥ずかしいですからね。恥ずい。まあまあ、恥ずい曲聴いとったりするけどな。言えれんけど。なんか、そうそう。だから、なんか、うんね、この曲は好きっていうのあるじゃないですか。それはみんなそれぞれあるんだから、うん、からそれは全然いいんですけど、それをね、 電車の中とかでその、不特定多数に聞かれるとちょっとね、恥ずかしいな、もう、しかも、例えば、ここで僕がなんか変わった曲聴いてても、あの井口がってなるけど、誰も知らない電車内でそれになると、うん、そういうやつしかもう見られない,ないわけですからね、らそれだけは本当に気をつけなきゃいけないし、でもほんまにたまにダダ漏れでゲームやりよるやつ、俺が。いますいます。ピリつくやなあれ,あれはピリつきますね、あいつ、そうそうやべえそうあいつはよくないってなりますけど。 その人自分にしか聞こえてないつもりだったんで悪気がないから余計なんか辛くて、うん、あのうんともやりたいけど、うん、絶対恥ずかしいでしょ。うん、そのとはいえどっちがいいのかなまあね多分もう気づかず行くのかどこで降りたか分かんないですけど、うん、結構中央線の先の方だとしたらしばらくあの感じで英雄みたいな感じで、うん、<laughs> 帰ってくると思いますからね。<laughs> これはまあちょっと気をつけようという、気をつけようこれは恥ずかしかったですから。で、音楽聴くときなんてありますからね、ちゃんとそれは人に迷惑かけないというのは大前提として、うん、あの恥ずかしくないように、あのおともれもね、嫌ですからね、あれもね、うん、嫌だし、恥ずいし、うん、なんか、恥ずい恥ずい。うん プライバシー部分でもありますからね、うん、変な音楽聴いてないとしてもなんかちょっと恥ずかしいっていうのはありますからね、うん、気をつけ皆さんもちょっともしかしたらそういうことあるかもしれないんでこれがだってぶち出しとかグチ出だったら最悪ですからねこんなもん聞かれてたら、うん、全部あれ刺さってなくて「どうもおやさん出口ですか」とか言ってそのまま「ふざけんじゃねえ!」みたいなのが聞こえてたらもう最悪ですからね <laughs> <laughs> いやこお前が恥ずいしなだから絶対にぶち出しとか気をつけろ本当にその <laughs> みんなあの常にイヤホンをガチガチに固定しとけもうそのそうそうそう二度とその外に落と着信とかも全部ここでイヤホンでできるようにねしとスタンスにずっともう固定しといてほしいそれぐらいこれ本当トに皆さんもね <laughs> 気をつけてくださいね <laughs> 平日毎日口を更新していますぜひチャンネル登録してみてくださいウエストランドの口出し